はい、こんにちは。今日はですね、中国情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。現状中国はですね、ある種の外交政策の行き詰まりということと、中国国内の経済問題、その両方で習近平政権は難しい政権運営に直面しているように見えます。で、まず外交面から見てまいりますと、特にアメリカ中心のですね、この対中包囲網というものはより強固なものになりつつあるように見えます。日米豪印クアッド、これに加えましてイギリス、オランダ、フランス、カナダ、EU、そして新たにできましたオーカスという枠組み、こうした一連の動きというものは中国にとっては現状無視できない情勢であります。またアメリカは同時に台湾との連携を強化しておりまして、ウォールストリートジャーナルはアメリカ部隊が台湾軍を訓練、最低1年前から極秘で活動と報道しました。さらにですね、読売新聞ですが、米海軍第7艦隊は17日の声明で、イージス駆逐艦デューイが14日から15日カナダ海軍のフリゲート艦ウィニペグとともに台湾海峡を通過したと明らかにした。中国軍機が台湾の防空識別圏への侵入を繰り返す中、米カナダ両軍は共同作戦で中国側を牽制した形だ、このように報道されております。ですので、こうしたアメリカを中心とした安全保障の枠組み、そうした意味合いにおける対中包囲網というのは現状進展しているように見えます。またそうした動きというのは経済面でも進展しているように見えます。特に半導体エネルギーということに関しては注目すべき動きが続いているように見えます。半導体ということについて見てまいりますと、アメリカ、日本、台湾、この3カ国は連携を強めておりまして、台湾はですね、日本経済新聞ですが、台湾 TSMC、日本初の工場を正式発表、2024年に量産開始、世界最大の半導体受託生産会社である TSMC は14日、日本で初となる工場を2022年から建設し、24年末に量産を始めると発表した。半導体不足が長期化する中、日本政府は経済安全保障上の観点から有力企業の工場が国内に必要との立場だ、数千億円規模の補助金などを通じて支援する方針だ、そして韓国のニュースですが、 TSMC 2024年にアメリカのアリゾナ工場で5ナノメートル半導体生産予定、このように報道されております。ですので、台湾は日本、アメリカと半導体ということで現状連携を強化しているということがあると思います。そして韓国中央日報は、インテル CEO、 韓国と台湾の半導体に依存すれば政治学的に不安定、インテルのパット・ゲルシンガー最高経営責任者が韓国と台湾からの半導体輸入に依存すべきではないと強調した。インテルは6月にも半導体業界が今後10年は好況が続くと予想し、年内にアメリカや欧州に大規模半導体工場を追加で作ることができると強調した、このように報道されております。このインテル CEO のおっしゃっている政治学的に不安定というのは、この米中情勢ということが念頭にあるのではないかと思います。そしてウォールストリートジャーナルですが、オランダ半導体製造装置の中国輸出、アメリカがノー、アメリカはオランダ政府と ASML 社に圧力、バイデン政権はトランプ前大統領の政策を継続、中国政府はオランダの半導体製造装置大手 ASML ホールディングスの主力製品である EUV リソグラフィーシステムと呼ばれる露光装置について、中国企業による購入を認めるようオランダ政府に圧力をかけている。同システムは先進的な半導体の製造に不可欠な装置だ、しかし ASML はこれまで1台も送ってきていない、アメリカからの圧力を受けたオランダが中国への輸出許可を出さずにいるからだ。アナリストによると、 ASML 製の最新鋭機を入手できなければ中国の半導体メーカーは国産露光装置の技術が追いつくまで最先端の半導体を製造することができない。こうした動きを俯瞰的に見てまいりますと、アメリカ、日本、台湾、オランダなどこうした各国が足並みを揃え、新たな半導体サプライチェーンの構築ということが視野に入ってきているように見えまして、そうした意味合いにおける脱中国ということが進展しているように見えます。そして半導体の他にもですね、中国経済が直面する問題はアメリカの金利上昇ということと、年内開始の可能性が報道されているテーパリングです。日本経済新聞ですが、 FRB 量的緩和縮小11月にも決定、利上げも前倒し示唆ということで、ですのでこうしたことがありますと、
中国などに投資しているお金がドル回帰する可能性がありまして、それは中国経済にとって下押し圧力になる可能性があります。また現状中国経済はエネルギー電力不足問題ということもあると思います。韓国中央日報ですが、昨年10月からオーストラリア産石炭輸入を禁止した中国は石炭不足に苦しめられている。インドネシア産石炭輸入まで悪天候により影響を受けている。中国北部山西省で5日間にわたり豪雨が続いた影響で、この地域の炭鉱60カ所が一時閉鎖されてた。豪雨の余波により石炭価格が3日間にわたり上昇し、13日には過去最高値を更新した。このように報道されております。で、こうした中、テレ朝ニュースですが、玄関の中国北部で石炭高騰、本格的な冬の訪れを前に中国北部では暖房用の石炭価格が例年の2倍から3倍になり、住民からは50年見たことのない値段などと不安の声が出ています。中国メディアによりますと、内モンゴル自治区や甘粛省などでは暖房用の石炭価格が1トンでおよそ2000元、日本円で3万6000円以上と例年の2倍から3倍に高騰しています。地元住民らは50年間見たことのない値段でとても冬を越せない、このままでは投資する人が出ると話しています。また別の中国メディアは専門家の話として、石炭価格の上昇は全国的なもので今のところ解決方法はないと伝えています。寒さの厳しい内モンゴル自治区では8月末でも気温がマイナス10度まで下がった地域もあり、住民の間には価格高騰への不安が広がっています。こうした中ですね、原油の高騰ということが世界的に報道されております。関係者の間では今年は厳冬になるため原油価格は大幅に上昇するとの見方が出ている。バンクオブアメリカは9月に入り、今年の冬が例年より寒くなれば原油需要が拡大し供給不足が進む可能性があるとして、来年半ばに1バレル100ドルとなるとする予測は半年前倒しされる可能性があるとの見方を示した。例年の冬よりはるかに寒くなれば世界の原油需要は最大で日量200万バレル増加し、当期の供給不足が同200万バレルをはるかに上回る可能性があるというのがその理由だ。このように報道されております。こうした原油高騰の問題は世界最大の原油輸入国である中国にとっては無視できない情勢に見えます。こうした中、中国国内では恒大問題に端を発した不動産問題ということがあるわけですけれども、それは中国共産党にとってその党運営という側面からも難しい問題に発展しているように見えます。ウォールストリートジャーナルですが、習近平氏の不動産バブル退治、新税案で猛反発に直面、否定的な意見が出たため不動産税当初案は大幅に縮小、中国の習近平国家主席は不動産バブル抑制への願望を全く隠そうとしていない。だが政府の内情に詳しい関係筋によると、住宅市場の投機封じ込め対策として検討している全国規模での不動産税導入をめぐって習氏は各方面から強い抵抗にあっている。関係筋によると、習氏は今年に入り4人の副首相の中で最も上位の菅氏を責任者に起用し、不動産税の導入拡大を命じた。だが不動産税への反発があまりに激しかったため、導入範囲を限定する方向で落ち着きつつあるようだ。習氏はここに来て、住宅は住むためのものであって投機のためではないとのスローガンを断固として実行する覚悟のようだ。しかしながら、共産党内の事情に詳しい関係筋によると、内部の議論の場では党幹部と現場党員の双方から不動産税に対して極めて否定的な意見が寄せられた。今回の不動産税案は不動産価値に対して年間で課税されるもので、担当する財政省、住宅都市農村建設省、国家税務総局が今年の春から意見公募を行って以降、反対する声が相次いだ。多くの当局者が導入されれば住宅価格の崩壊を招き、個人消費が急激に冷え込み、経済全般に甚大な打撃が及ぶと訴えた。新税導入への猛反発は、不動産市場という現代の中国と切っても切り離すことのできない業種を標的にすれば、習近平氏にとっても不動産の比重の多い一般家計を阻害し、党内に分断の種をまくという双方のリスクを伴うことを浮き彫りにしている。中国では都市部世帯の9割以上が持ち家で、不動産関連産業は国内総生産 GDP のおよそ3分の1近くを占める。また家計資産の最大8割は不動産絡みだ。不動産価格が下がれば、住宅所有者は富を失ったと感じるようになり、買い控えが起きる可能性がある。引退した党幹部からも、追加課税は支払えないとして、不動産税への反対を訴える声が上がった。関係筋の一人は、党員を含め不動産を複数所有する人は相当な数に上るとし、不動産税は
社会の安定を脅かす問題に発展しかねないと明かした。関係筋によると、不動産税を全国に広げる新法は現行の経済発展に関する5カ年計画の最終年にあたる2025年頃まで最終的な取りまとめは行われない見通しだ。で、この中国の不動産問題、特にこの不動産税ということに関しましては、中国共産党内部からも反発があったということがこのように報道されております。で、このことはですね、ウォールストリートジャーナルの記事にもありますように、現状中国共産党は不動産問題の解決法をめぐって党内に分断の種をまくというリスクと直面しているように見えます。で、そもそも中国はですね、鄧小平以降改革開放ということによりまして、市場経済への移行が図られてきました。で、胡錦涛氏もですね、改革開放政策での高度経済成長に起因する格差の拡大といったことを問題提起するということはありましたが、基本的にその経済開発の重視という姿勢は変わらなかったということがあると思います。しかし習近平政権はそうした路線から大きく舵を切ったということがあると思います。それは習近平政権が掲げた共同富裕という政策です。で、そうした政策のもと、現状中国では学習塾産業ですとか不動産業界ですとか IT 業界ですとかゲーム産業などに規制といったことが強まりまして、習近平政権は改革開放路線とは大きく異なる経済政策を打っているように見えます。で、こうしたことの背景の裏にはですね、例えば日本経済新聞では、中国恒大共産党が距離、習氏と異なる派閥と親密化、中国の不動産大手中国恒大集団をめぐり習近平指導部で擁護論が鳴りを潜めている、借金頼みの放漫経営に批判がある上、恒大は胡錦涛前国家主席らを輩出した党の青年組織共産主義青年団と親密とされる、一強の習国家主席と距離があるのが一因との見方もあると、このように報道されております。ですので、こうしたところからも中国共産党内の各派閥の距離感といったことが見えてくると思います。ただそうは言ってもですね、中国共産党内では以前の鄧小平以降の改革開放路線の時のようにアメリカなどとうまくやっていきたいと思う派閥もあると一部報道されておりまして、そうした派閥の習近平政権への不満もあるように見えます。そうした声というのはですね、例えば共同通信ですが、中国共同富裕への異議削除、北京大教授が公表、当局の逆鱗化、中国の習近平指導部が掲げる格差解消戦略、共同富裕が大企業叩きの様相を強める中、経済への政府の関与が強まると共同貧困になると異議を唱える北京大の教授の文章がインターネット上で公表された。ただ文章は9月6日までに一転して削除されており、当局の逆鱗に触れたとみられる。北京大の張教授の文章が学術組織経済50人論壇のホームページで9月1日に公開された。張氏は市場経済が活性化しないと格差は縮小しないと主張し、政府の関与が増えれば増えるほど中国は共同貧困に向かうことになると論じた。このように報道されております。で、この論文を書いた張教授というのは胡錦涛政権時代からはっきりとですね、物を言う政権批判を展開してきたということがありましたけれども、ただこうしたですね、習近平政権の政策を正面から批判するような論文を北京大教授一個人のですね、判断力だけでここまではっきり書くのか、やはりですね、張教授の論文の背景には現状の習近平政権への不満を持った中国共産党員などの声も反映されているように見えます。こうした報道からも中国国内における改革開放路線への回帰を望む声というのがあるのではないかということが見えてくると思います。現在中国共産党内では改革開放路線への回帰を求める声と習近平政権の共同富裕政策を支持する声、この2つの間で揺れているように見えます。また外交的にここまで中国がアメリカや EU 諸国などと軋轢を生んでしまった習近平政権の外交政策というものは、結果一帯一路の行き詰まりといったことにもつながるように見えまして、それは習近平政権の外交の挫折ということを意味し、求心力の低下を招くように見えます。ただそうした中においても、アメリカを中心とする対中包囲網は着実に構築されているように見えまして、また石炭不足、エネルギー不足、原油高騰など習近平政権がそうした内外の問題に早急に解決策を打ち出すのは容易ではないように見えます。内憂外患の情勢に見える習近平政権、外交的に打つ手といったことも、今現状非常に難しい情勢に見えますが、それとともに中国国内の経済問題も絡み、中国指導部は難しい立場に立たされているようにも見えまして、
レームダックということも視野に入ってきているように見えます。ありがとうございました。